エホヤキンは、ユダ王国の、第十九代の王である。名は、ヘブライ語で、ヤファウェが設立するという意味である。ヨアキン、エコヌヤ、エコニヤとも呼ばれる。エホヤキンは、祖父、ヨシアの知性に、父エホヤキムと母ネフシュタとの間に生まれた。十八歳で即位したが、バビロンの王ネブカデネザルの脅威の中での即位となった。エゼキエル書十九章五節から九節では、 エホヤキンは若い獅子として書かれてバビロンに連れて行かれると予言されている。その予言の通りにエホヤキンは主の前に悪を行った。エレミヤの予言の書を火で焼いて神の言葉を冒徳したのである。結果、ネブカデネザルは死者を使わし彼を主の宮にあった財宝を諸友バビロンに引いて行った。その知性はわずか3ヶ月と10日間しかなかった。 その後、エホヤキンの王子のゼデキヤが即位し、ユダ王国の第20代にして、最後の王となった。エホヤキンは、残りの生涯を補修として生きた。ネブカデネザルは、紀元前562年に死去し、エビルメロダクの知性に、エホヤキンは釈放されて高いくらいを与えられた。その後は、生涯、王の前で食事をし、生活費を王に支給されていた。後に、 ユダ王国滅亡と同時に捕らえられたゼデキアが目の前で子供を虐殺され、両目をえぐり取られ、死ぬまで鎖につながれたのとは対照的であった。ありがとうございます。